お腹が気になっている方も多いと思いますが、今回は簡単で一番効く腹筋、レッグクロスアブスというのを紹介していきます。特別今回は上部、中部、下部3種目紹介していきます。どれも各5回です。たった5回、スマートフォン持ったまま行えます。一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、普通の腹筋が効きにくい、お腹がなかなかへこまない、そういった方におすすめなあぐら組んだ腹筋3種目を紹介していきます。この腹筋のめちゃくちゃいいところが、体が安定して腹筋に効かすことができます。足が動いてしまうっていう方いませんか？かといってどこかに足を引っ掛けて腹筋を行っても、足にばっかり力が入ってなかなか腹筋に力が入らない、そういったことありますよね。それが今回解決できる腹筋方法になります。上部、中部、下部順番にやっていきますので、自分の好きなどれかだけやってもいいですし、一緒に3つとも行っても OK です。たったの5回です。スマートフォン持って一緒に頑張っていきましょう。それでは紹介していきます。はい、お腹を引っ込めるためのポイント2つあります。1つは息をしっかり吐くっていうことです。2つ、しっかり腰を丸めるっていうことです。腰が反れてしまうとお腹が伸びてしまうので、お腹に力が入りにくいです。なのでしっかり腰を丸めるっていう意識をしてください。まず上部、起きる際に足がね、浮いてしまうと力が逃げちゃいます。そこであぐらを組んでください。あぐらを組んで上の足力抜いて、ここで行うと上の足で下の足を押さえてますから、しっかり下半身が安定するんですね。この状態で腹筋を行うんですけども、手はスマートフォン持ったままでいいです。もし首疲れちゃう方は片手で持って、片手は頭でいいです。これで行ってください。ポイントとしては、体を少し起こして息5秒吐きます。6秒目からバウンドさせます。6、7、8、9、10といった感じで1回です。これを左右5回ずつ行っていきましょう。首疲れる方は手は頭です。起きたら5秒吐く、6秒目からバウンド5回いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、バウンド6、7、8、9、10。 OK、 2回目いきましょう。息しっかり吐きます。スタート。1、2、3、4、5、エバウンド6、7、8、しっかり起きて10、3回目。スタート。1、2、3、4、5、エバウンド6、7、8、9、10。効きますね。しっかり吐いていきましょう。スタート。1、2、3、4、バウンド5、6、7、8、9、10。 OK、 ラスト。スタート。1、2、3、息しっかり吐いて5、バウンド6、7、8、9、10。 OK、 だんだん効いてきた。さあ反対いきましょう。まだね、1種目目ですからね、頑張りましょう。さあ、行きます。せーの、はい、1、しっかり起きて3、4、5、バウンド6、7、8、9、10。ふぅー、あと1、2、頑張って、4、5、バウンド6、7、8、腰丸めて、うわー、効いてきてる。いきまーす。スタート。1、息しっかり吐いて3、4、5、バウンド6、8、9、10。うわー、いきます。スタート。1、2、3、4、5、バウンド6、7、8、9、10。
5回目、息をね、バウンドの時は吐き続けてくださいね。いきます、スタート。1、2、3、4、5、バウンド吐き続けて、7、8、9、10、ガー、いやー、1種目目からしてね、結構ハードですね。次2種目目、チューブ。さあ、頑張りましょう。同じように足を組みます。組んで上体を起こして、上の足で足を押さえながら、ふーっと息を5秒吐きます。これで1回です。上体しっかり起きときます。これで足を引き寄せながら上の足で押さえる。お腹をどんどんへこまして5秒息吐く。首疲れる方は持っててください。さあ、いきます、スタート。息吐いて、1、2、息どんどん吐いて、3、4、5、2回目、1、2、上の足でしっかり押さえて、4、5、3回目、1、2、3、4、5、4回目、1、2、3、4、5、いいラスト。ふう、頭押さえてもいいですよ。3、4、5、 OK。 さあ、反対。あー、疲れてきた。さあ、頑張っていこう。あと半分いきます。スタート。1、2、頑張って。3、しっかり引き寄せて、4、5、せーの、2、3、4、5、1、2、3、4、5、あー、何回目、スタート。1、2、3、4、5、よーし、ラスト5回目、いきましょう。えいや、1、2、3、4、5、あー、さあ、ラスト。ラストはね、寝たままなんで、首疲れた人はしっかり休めましょう。足だけいきます。はい、今度はレッグレイズなんですけども、足組みます。あんまりももの方じゃなくて、足首の方に足組んでください。上の足をしっかり力を抜いて息吐きながら、腰浮かないようにできる人は足伸ばして、腰が浮いちゃう方はちょっと曲げて腰つけてください。腰がついた状態で足をふーって動かします。息5秒入ったら上がって吸います。さあ、ラスト頑張っていきましょう。スマホは顔の前、いきましょう。スタート。ふう、息吐いて5秒ストップ。1、2、上の足の力抜いて、4、5、2、1、2、背中どんどん引っ込めて、5、3、ラスト。4、5、 OK。 よし、反対です。さあ、行きましょう。頑張って、ラスト。上の足力抜いていきます。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、3回目、1、2、3、4、5、4回目、1、2、3、4、5、ラスト。1、2、3、4、5、でした。あぐら腹筋どうでしたか？個人的には1種目目が一番効いたかなっていう気がします。まあ、もちろんね、まあ、私自身をね、
息吐きながらというか数数えながらなので、しっかりね息をふーってね吐き続けている人はもっと効いてると思います。もしお腹に効きにくかったような方はね、呼吸をすごく意識してください。呼吸をしっかりふーって吐き続けることでお腹どんどん収縮するんで、しっかりお腹にね効かすことができて、お腹をへこませる腹横筋がついて、腰を丸める反り腰の改善ができますんで、お腹がしっかりねへこんでくれます。何度もやって挑戦してお腹へこませるぞって方はですね、動画の説明欄に時間貼ってますんで、時間ピッと押したらねもういきなりスタートできます。ぜひ活用してください。頑張ってやってみたから、3種目のうちどれがきつかったよとかね、できたできなかったよっていうのをね、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。参考にさせて動画を作る役立てようと思いますんで、ご協力よろしくお願いいたします。そして各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってますんで、また違う形でねいろいろ配信してます。プライベートなことも配信してます。よかったらフォローしてくれてコメントもください。今回もご視聴ありがとうございました。